ストテスト大丈夫ですかね。はいはい、どの辺から作品紹介からもう一回言えばいいんですかね。多分ですかね。じゃあ僕最初挨拶するんで、その後の紹介などはお願いします。はい、はい、カテゴリー紹介も僕がやります。はい、お願いします。あとはなんかその時に見たものを突っ込んでいただければ。では改めまして、これからですね、悪魔城ドラキュラ蒼月の十字架を行いたいと思います。奏者はこちらのノベルさんでございます。はい、私今来たばっかなんですけど、はい、あの運営の中でございます。はい、とりあえず今動作チェックはしたので大丈夫なはずです。はず、はい。走っていいですか。じゃあ始めます。 3,2,1,GO。 まず、まあ、開幕チュートリアルですね。基本的には、まあ、3つ、まあ、3色ですね。信号と同じ3色あるんですけど、まあ、バレット、ガーディアン、エンチャントとあって、バレットは攻撃、そのソウルで、青がガーディアンソウルといって、まあ行動に対しての、まあ、有効なソウル。はい、選手入村です。で、さっき出てた黄色のエンチャントっていうのは自分の相馬くんの能力を上げるのが基本のソウルになってます。でこの先の場所で、アクスアーマーが4体いるんですけど、そいつからアクスっていう武器をドロップしたら50秒ぐらい短縮できます。ソウルしか出ませんね。ソウルもいるんですけど武器がなければ、うん、まああと2体いるんで。昨日浅草寺行っておみくじ引いて大吉出たんで、なんとかなると思います。なんとかならないですね。出ませんでした。はい、まあね、アクスが非常に重要な装備になっているので、まあ先ほどねどうしても欲しいということで、まあこの後分かりますので。最初のボスですね。はい、フライングアーマーさんです。基本的には攻撃方法は、まあ、浮いてる2つの剣を向けて撃ってきます。で、蒼月の十字架の、特徴的なシーンですね。今のが、DS のタッチスクリーン機能を使った魔風陣を使うことでボスが倒せます。これを使わないとボスは絶対倒せません。でちょっと今この辺に落ちてる武器とか、お金とかを拾って、ショップでマインドアップとアクスを購入します。このルールにおいては必要な道具になってます。いらっしゃい。買ってくれよ。買ってくれよっていうね、毎回言うんですけどね、買うから来てんだよっていうね。まあ、先に言っちゃうんですけど、この後メモリを破壊しまして、まあ、武器やソウルだとかフラグの書き換えなどを行います。はい、ここで大事なセーブがね、今のスライディングじゃない、バックダッシュも1フレームの技です。さりげなくね、決めるんですよね。はい、まあ、ここから見ものなものになります。はい、多分上画面見てもらった方がいいですね。はい、上の方がいいです。今からとんでもないことになります。上だけ見ていただければ。今壁の中で決められた場所でスライディングをするということをやってるんですけれども、その訪れた場所に対応した、メモリが書き換わっていくので、でちょっとこの辺は踏んでもいいメモリで、またここからうまくいってるといいんですけど、どうですかね。ブラックパンサー、あー入ってますね。カタールないですね。カタールがない、うん、でヒポグリフありますね。あ、
危ね。これでうまくいってたら村の入り口に行くと、エンディングが流れるんですけど、画面には映らないので、はい、撮りましたね。はい、エンディングです。はい、1個目のエンディングです。はい、これバッドエンドですね、はい、皆さんいいですか。これ第1です。これまだ他にエンディングがあるので、せーの、イガーということで、はい、RTA なんで飛ばします。はい、飛ばしてるのね。まああと3回あるんで、そうですね。はい、次行くのが、通常エンディングになります。はい、悪魔城特有 の何か条件を満たさずにボスを倒してしまうっていうタイプのエンディングですね。ようこそ。言ってくれませんね。ようこそ。先ほどからこうやって壁抜けしてるんですけれども、アクスとかカタールだとかの装備の、大きく壁を越える奥義を打った後に魔風陣の練習をすると、壁抜けすることができます。まあ、一応作品のじゃあ今解説をする時間あるから調べましょうかね。この作品はもともとゲームボーイアドバンスで、まあ、キャッスルバニア暁のメネットというゲームがあったんですけども、それの続編という形で出ております。で、主人公は同じクルス・ソーマ君ですね。で、時代が2035年、6か、ごめんなさい。で、まあ、1999年に、J っていう謎の男が、ドラキュラを滅ぼしたと言われていると。ちょっとセーブします。はい、海外のオンラインイベントに出たときに、この後のボスで死んだんで、ちょっとセーブしておきます。今から、ダリオっていうボスを倒すんですけれども、本来は、トゥルーエンドに向かうには倒したらダメなんですけれども、今回は全てのエンディングを見るということで、やむなく犠牲になっていただきます。はい、で一応このダリオっていうキャラが、まあ、ドラキュラの、まあ、ソウルを持っている、まあ、適合者ではないかっていう話で、まあ、選ばれたやつです。で一応このように後ろに鏡があるんですけども、そこになんかいますね。ステキャンでうまく出ないですね。笑うしかない。確かにね。基本的に、まあ、ダリオの終わりが早いですね。ちなみに行動パターンが後ろへ行くと必ず火柱を出すので、まあ、それで楽勝な方です。これで2つ目のエンディング、通常エンディングになります。はい、ちょっともう説明する間にもう敵死んでるんで、謎は解き明かされず終わるっていうパターンですね。そういうパターンですね。で、エンディングということは、まあ皆さん、はい、どうぞお願いします。全準備、はい、ですか、スタッフ、せーの、いがー、はい、というわけで2つ目が終わりです。でも、はい、次が最後のエンディングですね。最後のエンディングは、トゥルーエンドになりまして、で、まあ、先に言っておきますと、トゥルーエンディングに行く時も、メモリ破壊をします。あ、そういえばカテゴリーの説明あんまりしてなかったんですけれど、オールエンディングスっていうカテゴリーは、ソーマのエニーパーセントとバッドエンドと通常エンディングっていうのを全部くっつけた形になってます。最初エニーパーセントで応募しようと思ってたんですけど、全部のカテゴリーで世界記録取ったっていうのもありますし、あとチャートが被ってる部分が多くてですね、もう一気に走ってしまえとということで、このエンディング、このエンディングじゃない、このカテゴリーを走ってます。一応、まあ、もう少しゲームの内容を説明すると、このクルストーマ君はドラキュラの生まれ変わりと言われております。なのでいろいろと巻き込まれているっていう話になってます。
で、ここでレーバティンとスケルトンとブラックパンサーとゴーレムを装備します。で、今のドッペルゲンガーを取ったことによって、なぜかこのアビリティソウルのオンオフが反転しまして、2段ジャンプができます。いや、動きがどんどんね、機敏になってますね、やっぱね。で、壁抜けするときなんですけど、いろいろトリガーがありまして、このマフーズの練習であったり、あ、ナイスセーブ。いいですね、あとは、会話イベントを挟むっていうものがありまして、で、ここにいるドミトリーってボスは死んだときに会話イベント挟むんで、それを利用して壁抜けしてメモリを破壊していきます。で、このドミトリー君の説明ですけども、こっちの使ったソウルに応じたソウルを使っていきます、基本。なので今スケルトンを装備したのは一番弱いスケルトンのソウルを使うことで、まあ、放物線に描く骨しか投げられない状態なので、まあ、立ってれば当たらない、基本当たらないのでひたすら殴る、切るだけっていう。できればこのエリアの右端で倒したいんですけど、まあ、倒しました。でここでアクスを装備しまして、一応これでフラグが立ったので、あ、ちょっとあ、ずれた、ちょっと、B ボタンじゃなくて A ボタンを押してまいりましたので、やり直します。ちょっと再戦ですね。今さっきちらっと覚えたぞって言ったと思うんですけど、これが、まあ、反応になってます。それ以降同じモード、同じソウルを使うようになります。もし時間が余ったらその時に一気に解説しますか、グリッチとかします、一応、ね、ちょっと、あ、ちょっと待ってどうかな。ちょっと集中しますね。ちょっとここね、大事なとこなんで。よし。で、ここは3周待ちます。1、2で、そのマップのところでスライディングして、あと1回。よし。あの右下に、あの深淵へのワープルームが今ブックマークされた、はい、されました。それなのでもう行くことが可能です。あ下画面めちゃめちゃバグってるんですけど、まあ気にしないでください。あの悪魔城ってこういうもんなんで、こういうもんなんで。そうですね、はい、あのメトロイドバニア系はまあ当たり前じゃ当たり前ですね。そうですね、まあ、こういうもんなんでしょうがないです。で、うまくいってたら、ラスボスの部屋に行った時にラスボスを倒した後のイベントを呼び出してラスボスなしでクリアします。なんで悪魔城勢ってこんなね変態扱ってるんですかね、はい、ちょっとよくわかんないですよね、まあ割と普通だと思うんですけどねそういうもんなんです、しょうがないです。あのアルカードも混沌の産物だと言ってたんで、そうそうそう、まあそういうもんですね。多分2分か3分ぐらいかかるんですよね。これ左方向に進み続けなければならないんですけど、メモリ破壊するときに、このリターンした時の復帰位置っていうメモリもありまして、それがあんまりなんて、それのメモリに代入する値によってこうずれちゃうっていうのがあります。なのでひたすら左に動き続けると、壁の中に戻ってくることができます。うわー、あれか、あの今スタートボタンを押せなくなってます。そういうあのメモリとかもあるんで、もしあのメモリ破壊をされるって方がいるんだったら、自己責任でお願いします。はい、あのカセットは壊れたことないんで、データが破損する程度で済むんで、一応自己責任ということだけ。
でマップが更新され始めたんで、壁の中に戻ってこれます。はい、今あの右の塔のところが出ましたね、出ましたね。あ、こうなるとあと3周ぐらい、あと3周ぐらいかかります。ちょっと喋ることがないんで、じゃあどうしましょうね、どうしましょうかね。ちょっと MP 回復できないんでちょっとリセットしますか。もう一回やりますか、これ、うん、もう一回やった方がいいかもしれないですね。もう一回やります。何回でも繰り返しできるんで、その点はあれなんですけど。ちなみに自己ベストは、11分41秒です。まあこのカテゴリー不安定ですからね。そうですね。で僕以外の、人はそもそもエニーパーセントで18分半かかってるんで、いかにメモリ破壊がおかしいかっていうのが分かってもらえるかなと思います。あ、いい感じですね。これほどとは。まあまあこういうスライディングで横移動するのは割と、まあ、DS 以降だとねあるかなって思うんですけど、多分わからないって言われそうですね。でこれでまああとは先ほどの、あとはここで変なメモリを踏まなければいいんですけどね。大丈夫かな。ああ今回メニュー開けますね。これ大丈夫そうですかね。あとはそう、変なメモリっていうのなんですけど、ステータス関連のメモリっていうのもありますし、あとはあの踏むことによって強制的にユリウスモードになるっていうメモリもありますし、あとはハードモードになってしまうっていうメモリとかもありますし、無条件でフリーズするっていうメモリもあります。だからその辺のリサーチもやっておかないとちょっと走れないカテゴリーかなと思います。まああとハードルが高いのは DS3 部作が高いのがね。そうですね、デックなんでね。今も中古でも、中古で5000円は高いですもんね。5000円はザラですからね。はい、あとはその最初の確率の話しますかね。最初にアクスを拾いたいとか言ってたと思うんですけど、アクスのドロップ率が通常ドロップが 3% かなんかかな、なんかそんなのを聞いたことがありますし、アクスアーマーのソウルっていうのが 6% 約 6% で落ちるので、世界記録を目指そうとしたらその両方の確率を満たさないとそもそも世界に挑戦することもできないっていう。そろそろ戻ってきてほしいんですけどね。あ、戻りましたね。戻ってくると思います。さっき変なメモリ踏んでたみたいなんで、うん、多分戻ってきます。大丈夫ですね。ちょっと回復だけで。あとはそうですね、ラスボスの部屋に行った時にちゃんとクリアになるかどうかですね。まあちょっと画面が乱れておりますが、ちょっとそうそうご了承ください。覚えてるんで大体僕はいけるんですけど、あーちょっとね、いやもうお祈りですね。お祈り、うまくいってくれ。あー大丈夫かな。はい大丈夫ですね。よし、はい、無事に終わりです。一発でいきました。タイムストップです。タイムストップです。ね、なぜか何もしてなくても、城は壊れてしまったっていう
で、このあとちょっと面白いんでね、みんな仲間がいて、笑うしかない。はい、笑うしかないですね。皆さんが笑って終わり。はい。エンディングっていうことは分かりますよね。はい。最後ですね。ちなみに最後の場合はエンディングの中に伊が2回出てくるんで。はい。はい。せーの、伊が。あとはまたね、中盤あたりに出てくるんで。CTK、まあ、CTK ね、あうまくいった。いや無事にねいてよかったです。私なんでこういたんですかね。解説まともにしてないですけど、作品紹介ちょっとしただけでも何もしてないんですけど、もうちょっとしたら多分ね出てくるんですよ。いかがせあいやーですね。AKT。ちょっと EST まで時間があったので、グリッチ紹介っていうかグリッチの解説でも行います。エンディングが終わってからグリッチの紹介をしようと思います。もうちょっとかかるんですけどね。うん、意外と長いんですよね、エンディング ね、一人一人出てくるんで。いやもうコメントが訓練されてますね、ほんとね。はい、ということで、ちょっとグリッチ紹介ですね。まず使わなかったグリッチですね。無限ジャンプできるやつがあるんですけど、それ入れますか。無限ジャンプに必要なのは、二段ジャンプができるマルファスのソウルと、バッドカンパニーですね。コウモリに変身することができるバッドカンパニーと、あとはあの氷の壁を壊せる、バロールのソウルがあればできます。まず2段ジャンプをした後にコウモリに変身します。でそのままこういう細いところに入っていただいて、スライディングして出ると無限にジャンプできる。なんかメトロイドっぽい動きができます。これまあ無限ジャンプっていうグリッチなんですけど、これできる時にはもうすでにあのバッドカンパニーあるんで、特にもう使うことがないっていう残念なグリッチです。で次はさっきのメモリ破壊についてちょっと説明しようかなと思うんですけど、こっち、まあこっちですか。次は壁抜け、まず壁抜けするんですけど、まずサキュバスグリッチっていうのを使います。サッキュバスを使ってカタールでキャンセルして、それが画面の外で解けると壁抜けするという。で放っておいたら、ほらこれ勝手にマップ見ていただいたら分かるんですけど、勝手に上の方に動いていくんですよ。その時にも、メモリっていうのは勝手に書き換わっていってまして、でスライディングすると右に動くっていう、まあ、画面が徐々に消えていってますけれども、
まあ、気にしないでください。なので決まった場所でちゃんとスライディングしないとその望んだメモリが破壊できないっていうのがあります。あとはできたらいいんですけどエンディングを混ぜるっていうのができるんですよね。あの最初村のところでメモリ破壊してバッドエンド見たんですけれども、あのメモリを破壊した状態であのさっきの2個目のエンディングのダリューを倒すことによってエンディングが混ざるっていうのができるんですね。それできたらいいんですけど、まずここを決めないとダメなんですね。まあ、エンディングが混ざるって言ってもあの会話イベントのところが混ざるだけで、まあ、あれなんですけど、まあ、例によって例のごとく左に行くと思ってこれます。まあ、うまくいかなかったらいかなかったでもう一回イガーと叫んで終わりましょう。基本的にこの戦い方なんですけど、このダリオの後ろにいるとこの円柱ばっかしてくるんですよね。そうするとこうやって隙が生まれるので倒すと、走ってる時はちょっと余裕がなかったんで、うまくいってたらエンディングの会話イベントがこの後混ざります。混ざりました。アルカードが2人います。で、グー魔王と貸したかってこれ自覚症状あるんですよね、相馬が。で、違和感を感じたって、まあ違和感っていうもんじゃないと思うんですけど、で、この後にアルカードの顔が、あ、ソーマやった、ソーマの顔が残ります。じゃあ最後に、はい、せーの、イガーということで、ということで、はい、ありがとうございました、はい。